金沢康弘は、牧師、元ヤクザ。現在キリスト教大阪弟子教会、東京弟子教会の担任牧師。1964年1月に在日韓国人三世として、大阪市淀川区に生まれる。1972年頃に、一家は在日韓国人が多い区の区勝山に、移転し心境を構える熱心なクリスチャンの両親の、元で毎週教会に通う。しかし、 学生時代から飛行に走り、高校入学と同時に、地元の暴走族に入って、暴走行為と、シンナーに明け暮れ、2年3学期で高校を中退する。その後、18歳の初夏に、集団暴走行為で、平野警察で補導され、堺市の少年鑑別所に収監された。鑑別所を1ヶ月で出所した、数ヶ月後、中学時代の不良仲間の紹介で、 暴力団員の射程になる。そして、賭博場の会長、競馬や協定での飲み行為、野球賭博などをすることになる。1984年20歳の時に、組長の酒付きを受けて、正式な暴力団員になり、結婚して独立するようになる。しかし、1年後にその組は解散する。組を失った、喪失感で、覚醒剤、大麻などに溺れるようになる。 その後、元兄貴分の紹介で山口組系の暴力団員になる。組の主な仕事である再建の取り立てがうまくいかなくなり、金銭的に追い詰められる。1990年頃には野球賭博の退職問題のトラブルが発生して、指を詰める。その時、同じ組の組員が拉致事件が発生し、武闘構想に巻き込まれる九死に一生を得る。 それが原因で組は解散に追い込まれる。1992年の暮れに組を抜けるために一家で東京に逃亡しおじの家に潜伏することになった。しかし仕事がうまくいかなくなり野球賭ばけや覚醒剤中毒に陥ることになる。その頃病で倒れた父親の死を通して改心し洗礼を受ける。そして大阪に戻り焼肉屋の開店の準備をしながら 教会生活を送るようになる。大阪での講演会に来たアーサー・ホーランド牧師と出会い、ホーランドの影響で牧師を目指すようになる。1994年奈良県にある生駒聖書学院に入学し、進学を学ぶことになる。神学校の春季、夏季、冬季の課外伝動機関で自ら志願して、ホーランド牧師の下で訓練を受けたり、 韓国の弟子協会の本部協会での訓練を受けたりする。その時、ホーランド牧師からミッションバラバの北米の海外伝道旅行へ誘われる。1995年4月に妻もイコマ聖書学院に入学した。1996年4月30日弟子協会の主任牧師、ジョヤス死体牧師、アーサー・ホーランド牧師、 堺井西委員長の勧めで実家のマンションの貸し倉庫で、教会を開設する。1997年3月に、イコマ聖書学院を卒業すると、イエス教日本世界選教会国際牧師安守霊委員会より安守霊を受け牧師に就任し、桃谷の弟子教会の開拓を続ける。4月より、神戸改革墓見学校に1年間長講して、翌年正式に入学する。 2001年6月に卒業する。2001年には金沢も出演のミッションバラバがモデルの映画、親分はイエス様が全国で上映される。2005年4月アジア協会成長新学院の教授に就任し2006年には母校の生駒マ聖書学院の教授に就任し2007年ミッションバラバ代表を鈴木刑事から引き継ぐ。新都増加に伴い玉作り。 大阪市中央区高津と、教会道を移転する移転。その後、東京都杉並区で新たに、東京で市協会を設立して、金沢は、両協会の担任牧師となる。金沢 P11、金沢 P18、暴力団員の所属する組は爆長なり、制御とする暴力団であった。金沢 P25 様々な問題を持った若者、親、 そして元ヤクザなど多くの者のを受け入れ相談に乗り、神の救いと罪の許しを伝えている。また働きは、キリスト教会内に留まらず、教育機関、警察機関、企業、マスメディア等多くの場で活躍している。ありがとうございます。